はい、新しいシャンプーとかボディーソープとか買ったけん、なんかゆっくり入っちゃったんですよ。そう、そしたら予定してた時刻よりオスってなって、で配信時間を10分ぐらい伸ばしちゃったんですけど、伸ばしてしまって、でドライヤーしながらオダリナさんの配信見てたら、ちょうど9分で終わったから10分に入れた自分はさ、すごい最後まで見れたって思って。そうで、シャンプーは香りますそう、なんて言えばいい、なんかね、でもね、ジャスミンって感じ。あ、でも可愛い、ありがとう。これ上下これなんです。お師匠さん、スカパラダさん、白玉さん、アムロさん、ありがとうございます。ごめん、マイペースそうね、運命だと思うよね。イスケマシンさん、おでんでんでんでラックスさん、ありがとう。変わります、届いてますか。同じやつ買い始めて未来見えた。そう、シャン君さん、平次さん、ありがとうございます。画質良くなりました。ビルマさん、ハルジーコさん、ありがとうございます。お久しぶり。おまーちくん、ありがとう。後ろの青っぽいの、あの犬みたいな、あれクマみたいな犬です。みたいに気にせんにんさん、クマ、ありがとう。タクズさん、ありがとうございます。そう、今までねビオリスを使ってますよって言ってたんですよ。だからビオリス使ってくださってる方いらっしゃったんですけど、変えちゃったから。そう、デブニアンさん、ユウユウさん、カズキさん、ありがとう。同姓同名、ああこんにちは。トロちゃんはボタニスト、そうそう、ボタニストの方多くて、ボタニストにすればよかったなって思ったけどね。なっちゃんさん、ありがとう。いい香りする。分からん。なんかね、匂ったことあるんですよ、この匂い。どこだっけ、何の匂いだっけこれ。何の匂いじゃったっけこれ。大崎亀島のカズさん、だだだダムドさん、お、ユニバちゃん、ありがとう。でもね、髪がサラッサラになった。そう、あ、それでお風呂入って乾燥機かけて、自分の部屋がお風呂の真上じゃけん、こんな変な音が鳴ってますかすみさんの涙さん、ありがとうございます。ドゥエードゥエードゥエー、坂の上の田村丸さん、終わった。スカバルダさん、ありがとう。最近金属音がするんですよ、お風呂の上のやつから。トロンさん、東京東京許可局局長さん、ありがとう。お風呂上がりオイルとかつけてない、香水もね普段つけてなくてね、決まったものはないけど、自分もなんか香水つけたいなって思うけれど、何が良いのか分かんなくて。ウッシーさん、野沢さん、ありがとう。こんばんは。
ボールボールで金属ボール。なんで髪の毛綺麗なの？うん、お風呂入ったから？金木犀の香りの香水。欲しい。いいよね。りょうさん、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ぴょんぴょん。ありがとうです。どう。そうそうそう。おすすめの香水ありますか？こんばんは。コバちゃんさん、クマありがとう。ビオレリョウさん、クラリンさんがお誕生日。メイクすればよかった。ありがとうございます。おめでとう。そしてクラリンさん、あ、りょうさん、アウチ、りょうさんお誕生日おめでとう。よいしょ、りょうさん、おめでとう。おめでとうございます。そしてクラリンさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、クラリンさんおめでとう。そしてあのラーメン屋いつも閉まってるさん、お誕生日おめでとう。言えるかしら。よっ、よいしょ、あのラーメン屋いつも閉まってるさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。どのラーメン屋さんだろう。俺はまだまだ。そうなの？私もまだまだ。ゆうさんありがとう。そう、教室並びいっぱいした。今来た、ありがとう。いい、一緒なんですか。こんばんは。うん、谷門さん、大関上島のカズさん、ありがとう。
まだまだだ、誕生日早く来ないかな。広島楽しかった、お嬉しい、ありがとう。スカバルダさん、東京東京許可局局長さん、ありがとう。香水ね、いいねするって、イエーイ、ありがとうございます。あのね、なんていう名前だったっけな、好きな香りがあるんだけど、男物のやつなんですよね、男性の方の、なんだったっけな、と忘れてしまった。おやすみなさい。今日の朝もね、メイクしてなかった、さっきなんか目、朝より目がちっちゃいってあったけど、新しいシャンプーちょっとね、よく分からんけどいいと思う。お風呂上がり感すごいね、なんで髪がサラサラ、顔がすけんちゃんさん、東京特許許可局局長さん、ありがとう、はじめまして、んー、こんばんは。ハンドクリームもね、いろんなの使ってる、柚子の香りとかレモンの香りとかラベンダーとかいろいろ。そう、ひろくんさんありがとう、りょうさんありがとう。ほっぺちょっと赤いから、あ、確かにそう、こんばんは。再販応募してありがとうございます。握手会でハンドクリーム使ってないです。そう、自然の香り、なんじゃそりゃ。いつもに増してタイプ、すっぴんが好きなの、優しいですね。これ立ってもこの柄。有馬さん、クマありがとう、クマ Thank you。 久々だと余計に可愛い、余計に可愛い、なんで久々なんですか。ライチの香水、すぎょ。テスさん、花粉まみれさん、ありがとう。夏と冬どっちが好き。冬かな。いや夏かもしれん。いやでも冬、難しい。未知に影響されて金木犀とかラベンダーの香水が、確かに、みゆちゃんさんありがとう。男っぽい香水の時に反応してくれるイメージ、ほんと。明日も並べる？並べます。サボンの香り、確かに。レノアハピネス、そう、金木犀好き。嘘じゃん。こんばんは。そう、秋が一番好き。金木犀のアロマなら使ってる。おしゃれ。
ひよさん、リヒトさん、コバちゃんさん、ありがとう。疲れました、お疲れ様。香水どこにどうつけて。次元香水あまりつけない。オールで久しぶりになる。オール、タニモンさん、ありがとう。クマ投げた、テンキュー。ビオリス変えた、そう、ビオリス変えたの。ここを折ったら鼻が光るんですよね。良平さん、ありがとう。金木犀感じて描けない。嘘、いい香りしました。おじゃまるさん、ありがとう。ボディミストかっけー。お、リヒトさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。リヒトさん、おめでとう。今日ビューレスの詰め替え買ったばっかり。ごめんごめん、まだ家にあるけん、多分気分で買えますから。リンゴの香水つけてる女の子好き。そうなの。リンゴ握手会の時はなんかつけますよ。なんかドラッグストアで買ったやつ、なんかね、ペットボトルみたいなボトルのやつ。大浦さん、修二さん、ありがとう。そう、このセンスから閉じてます。ペットボトル、なんて言えばいいんじゃろ。なんかあのボトルみたいな、あのさ、割れんやつ、割れんやつ。ウィンナーパンは声が広島駅で買いました。眩しい。あ、そう、プラスチック、プラスチック。そう。雪風さん、ありがとう。スマホからいい匂いがする。私かも、庶民的。庶民的。なんか欲しいけど何がいいんか分からんけんさ。みちゅってチョココロネっぽい。うそ、俺は素でいい匂い。おー、かっきょいい。おやすみん、おやすみん、ミント、おやすみちゅ。みちの握手券取るしかない。ありがとう、 Thank you。いや、実際庶民的じゃないよ最近。そう、平たくさん、ありがとう。最近はちょっと、ももちゃん、ありがとう。最近はそう、セレブ。そう、セレブいいね。唇がどんどんなんかお金持ちになって。ケイさん、ありがとう。なんかそう、お誕生日プレゼントでめっちゃあのお高いリップをいただいたから、もらったから、唇がいっぱいセレブになる。面白い。ティッシュは鼻セレブ使うもん、使うもんもん。パルカさん、ありがとう。
短く手ちっちゃい、そう手ちっちゃいんですよ携帯ぐらい。これ10、これ iPhone6S ですこれそう手相薄いんや。握手の時手ギュッギュしてくる、ギュッギュってしてるの無意識なんですよね。チップに押しへん、なんでなんで。うちの検査違反で取った、ありがとう。こばちゃんさんありがとう。いやこれは昔の携帯、今は8使ってますよ。8 iPad じゃない、さすがにわかるでしょ。6S の半分、嘘つけい。有馬さんありがとう。大崎上島のカズさんありがとう。キャラにでチップくんの件探してるけどないんだよね。そうなんよ。未知に影響されて黒髪に戻した。ありがとう嬉しい。あれ何言おうとしたんだっけ。福岡の再販道買い出したけど、けど野沢さんありがとう。なんか言いたかったのに忘れた。あれ代わりに道の件いっぱい取った。楽しみ。60倍、ドゥルルルルルルン、ドゥ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 。再販で道買おうか悩んでおります。あら再販迷ってる。あら取ってよって取ってよって。言えんので、もし来てくださったら楽しい握手会にしますので、ぜひ来てください。矢の方が嘘。三年握手会ってどんな感じ。多分全握みたいな感じだと思います。もう会いたいなって完全に病気だよね。それが恋と気づいた今更。今日久しぶりに中学校の友達に会ってびっくりした。知らぬ間にじゃないや、おったらシャンプーのさ匂いをさめっちゃ嗅ぎ合ったんですよ。そうで、よかった、そこを見られんで。めっちゃ。で、やってた時にね、友達が来て、あっってなった。で、ちょっと、選んでる最中だったけん、大丈夫だったんじゃけど。そう、危なかった。恥ずかしい。誰かと言いたい。歌いますよ。どこ？キルスさんありがとう。
恥ずかしいよね、そういうとこ見られるのね。大阪の握手、ありがとう。ミチと友達っていう子がいっぱい学校にいる。嘘。めっちゃ可愛かった。ありがとう。ペダル弾き語りしてた。そう。でもこれがあの、なんていうの、先駆けだねって言っていただけたので、花形の髪で確かにこれからまたどんどん皆さんの前でギターできたらいいなと思います。お久しぶり。ミチのこと気になってる。今日あのシャンプーのやつプーさんとかけたんです。シャンプーさん、ひろくんさん最高かよ、ありがとう。厳しい目で見る。そう、頑張ります。ノイミーさん、広島出身の方2人いらっしゃいますよね。お師匠さん、デブニアさん、ありがとう。気づかなかった、プーさん。そう、お疲れ様でした、ありがとうございます。生で聞けるとね。こんばんは。また行くね、待ってます。気がたい人が多くて見えなかった。本当、私も広島生まれ広島育ちです。柔らかいピック使ってる。そう、お洋服ブランド、これAKB の方の抽選って結構当たる。ツーショットとかですか。え、どうなんだろう、そんなに。いや、わかんない、どうだろうな。タイガさん、ありがとうございます。チップはプーさんから取って、チップはチップとデールから取った。そうなんよ。3択だっけ、4択 ?3 か4択なんよね、いつも AKB48 さんのね、ツーショット写真会、ワンショット動画会のやつですよね。そう、受付の人2000円渡せば当たる。嘘だ。ワイロワイロ。スカパラダさん、ありがとうございます。4択か。いつもね、左から2番目をね、おすすめしてるんですよ。なんとなく当たりそうだから。そう、今日家からほぼ出てないんですよね。ヒントじゃない、本当に知らないんです私。そうだから分からんけど、これからそうしよう。右に、ほんと半隣ですね。綺麗に4分の1なの。え、わかんない、占いとか行かないですね。行きたい、タビちゃんに行ってみたい。ツーショット早く撮りたい。撮りましょう、ミチューショット。闇の力を使い当てる、やばいやばい。
あのボタンの中身一つだと思ってる。どこ押しても一緒ってこと？知らん知らん、分からん分からん。ドラマは3年 A 組と初めて恋をした日になんちゃらなんちゃらと5歳を見ました。今日コウタさんありがとう。あ、ありがとう。七並べぜひぜひ。朝配信みたいな雰囲気。うそ、パルカさん、デブニャンさんありがとう。見てるよ。5歳が渋い。やっぱ昔ハマったドラマは一番好きだったのが多分今までの中で自分で一番って思うのは表参道高校合唱部で、あとはでもパパと娘の7日間とか好きだし、なんだろうな、何が好きでしょうかね。そう、もちさんどここが勝負めっちゃ泣いた。もうボロボロボロでした。そう、やばかった。マリと小犬のものは見たことあるかも、もしかして。謎解きはディナーの後で好きだった。謎解きはディナーの後では本ずっと読んでて、小説めっちゃ好きだったんですよ。だから嬉しかった。あ、やった、マンも好きだった見てね。そう、ストロベリーナイト見てなかったんですよね。見ればよかったって思った。ヨシヒコシリーズ大好き。福田監督でしょ。福田監督はね、途中からほぼ見てますね。勇者ヨシヒコとニーチェ先生と何があったっけな、何があったっけ、あれも見てた、クラゲ姫とか。ニーチェ先生面白いですよ。そうそうそう、こんばんは。見てた見てた。あ、冴えないさんだ、そうだ、冴えないさん。それ20分見てやめちゃった。なんで、いやいやいや、ニーチェ先生は漫画もいい。ほんとセイントお兄さんの漫画は見てました。だだだだだだ、アスカさんあれ君を追いかけ、ニーチェ先生に似てるって言われたことある。ほー、家政婦の見たさんは見てなかった。冴えないさん大好き。そう、パルルさん出てた。そう、ニーチェ先生、松井里奈さん出てた。松井里奈さん結構福田監督のものに出てる気がする。
ヒーローも見てた、リーガルハイも見てる、見てた、丸物を着ても見てた、今日から俺はも大好きだった。あの頃君を追いかけた、そうだ、うん、黒木姫見てた、ドラマも漫画も、うん、花壇も見てた。あ、見てない、キーボットのセレナブレス、僕たちがやりましたも好きだった、お褒め取りました、ありがとうございます。ジン見てた、みなかた先生、似てなかった、みなかた先生、48分、早い、みなかた先生、信長コンセルトも好きだった、うん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 、でもやっぱそう、表参道高校合唱部が一番あれだったかも、記憶に、なんか泣いたっていう記憶がある、感動、なんかドラマで、あの、数、なんか3年後みたいな、数年後とかが最終話に出てくることってよくあるじゃないですか、ああいうの来たらなんかあーってなっちゃうんですよね、自分なんか、なんでか分からんけど、終わり方がなんか一番綺麗だった気がする、表参道高校合唱部が、だから好きだった、あのこうビューンと気持ちが高まったまま終わっちゃった、そう、リトグリさんもすごくハマってた、アマちゃんも見てました、歌ってる、歌ってた、表参道行ったことあるんやばい、イントネーションが、そう、表参道、東京でお仕事あった時とか移動してる時に表参道って見えたらテンション上がる、上がります。この前乃木坂トンネルを通ったんよ、そう、やばかった、うわ、マリッカさんのとこだって思って、やばかった、あれはやばい、乃木神社は行ったことあるんですよね、普通に眉のお守り買って家にあります、そう、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、君にスカイダイブ、始まりかやーってなった、そう、大変、あ、そっか、あるんじゃ、最近始まりか、感動する、もうすごい、うん、色白くなった、うそ、太陽の、なぎさかのオーディションを受けた、あー、三毛猫ホームズの推理知ってる気がする、見てなかったかも、でも、うん、
いいよね。 STU にとってそういうなんか目に、あ、そっか、でも聖地があれか、尾道か、尾道とか未来心の丘とか。良平さん最高かよ、ありがとう。尾道、未来心の丘、オリーブ園、いっぱいありますね。あのスマイル岡山さんありがとう。あのエンジェルロードだっけ。シュウさんクマありがとう。エンジェルロード、なんちゃらロード、あの瀬戸内の声の MV もあったけんね。オッケーさん、コバちゃんさんありがとう。一日じゃ回れんな。未来心の丘も本当にすごかったんですよね。ブックさんありがとう。めっちゃ綺麗だった、白くて、白くてそう、いや、いいね。早く夏にならんかな。おやすみち。富士山ありがとう。ねさま。夏だったらね。加藤優さんありがとう。なんか花火大会とかに行かせていただいたり。フェスに出させてもらったりしたから、夏ってできるから楽しい。ちゃんとゲームも好きだった、ありがとう。ね、でもやっぱ春にね、春に船ができるのでね、船が春ですね。もう少しで春が来るはず。はい、それでは誕生を読んでいきたいと思います。船で花火見ようね。見れたらめっちゃいいですよね。いきます。13位、タケトさん。12位、ソウさん。11位、クロニャンコさん。10位、いおりさん。9位、三谷きみせんにいさん。8位、こばちゃんさん。7位、ほたてさまさん。6位、東京特許許可局局長さん。ポキッちゃったやばいやばい、あれ。5位、有馬さん。出向。4位、ダダダムナさん。
人テスさん、2位ひろくんさん、そして1位はじゃじゃん、りょうさん。ありがとうございます。りょうさんタワーありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャジャン、ヤッシーさん、ラッキーボーイ、 Thank you。 うん、ありがとうございます。ひろくんさんありがとうございます。それでは今日も一日お疲れさんでした。ありがとうロバイチャラポ、おやすみ中、またす。またね。気づいた今さら、やば、あ、やばやばやば、またね、ごめんなさい、いける13位、ゆり32位、ペルーズ31位、平田区30位、コバちゃんさん9位、ホタテサマーさん8位、三谷キニセニーさん7位、東京都局長さん6位、有馬さん5位、ナムノさん4位、テスさん3位、良平さん2位、ヒロ君さん1位、良平さん、あ、1位良さん、ありがとう、またね、ありがとうございました、またす、いけた。